8月20日まで開催されていた女子ワールドカップでファンの方々を沸かせ、大会得点王に輝いた宮澤ひなた選手がイングランドの名門マンチェスターユナイテッド WFC に移籍することが決定的という報道があると、大興奮するファンの方々から歓喜と祝福の声が寄せられています。今回のワールドカップで日本代表のなでしこジャパンはグループステージを3戦全勝で突破すると、イギリスをはじめ海外メディアから優勝候補筆頭だと評されるほどの話題に。しかし準々決勝で惜しくも敗退となり、来年のパリ五輪などでの活躍を誓ってくれていました。このチームの活躍を支えていたのが宮澤選手。ザンビアと優勝したスペインから2ゴールずつを奪うと、ノルウェー戦でもゴールを奪い、単独トップとなる5ゴールをマークし、ゴールデンブーツ賞を受賞、 FIFA ランク8位と日本の3ランクアップに大きく貢献していました。そんな宮澤選手は大会中にファンの方々から、大会後は海外チームが黙っていないだろうと噂されていた通り、海外移籍に向け25日付で所属していたマイナビ仙台レディースを退団。宮澤選手は移籍に向け常に厳しい状況に身を置きたいと語っていました。そんな中、海外メディアのアタフットボールはマンチェスターユナイテッドがワールドカップ日本代表のスター選手宮澤ひなたの獲得でリバプールを任そうとしている。リバプールは宮澤の獲得を熱望していたが、23歳の宮澤は現在赤い悪魔への移籍が決まっているようだ。リバプールは宮澤と合意したと信じていたが、マンチェスターユナイテッドがハイジャックを推し進め契約成立に近づいている。リバプールはまだこの取引を救おうとする可能性はあるが、その可能性は低そうだと報じると、日本のメディアも次々とこれを報道。まだ正式発表はないものの、28日に日本を出国した宮澤選手は現在交渉を進めているようで、メディカルチェックなどを経て正式に契約を結ぶと見られているとのことです。これまで宮澤選手の移籍先がリバプールだと思っていたファンの方々からは、宮澤はリバプールの噂あったけどマンチェスターを選んだのか、これは楽しみで仕方ない、宮澤ひなた選手が今回のワールドカップで世界に見つかってくれて嬉しい限り、まだ正式発表じゃないけど近々お知らせがありそうだと名門のビッグ4チーム入りに歓喜。しかし一方で、とにかく頑張ってスタメンを奪取し活躍し続けてほしい、強いチームだけにメンバー争いは激しいぞなどといった厳しい環境を訴える声も少なからずあり、それでも宮澤選手のポテンシャルの高さに期待しているようでした。さらにはマンチェスターシティ WFC に所属する同じなでしこジャパンの長谷川唯衣選手とのマンチェスターダービーでのマッチアップにも期待の声が寄せられており、期待は高まるばかりとなっています。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。宮澤ひなた選手の万有移籍決まったの？これはビッグニュースだぞ。まさにシンデレラストーリーだ。こんなすごいステップアップは誰も予想できなかったと思う。イングランドで宮澤ひなたの争奪戦が勃発してたのね。宮澤はリバプールの噂あったけどマンチェスターを選んだのか、これは楽しみで仕方ない。宮澤ひなた選手が今回のワールドカップで世界に見つかってくれて嬉しい限り、ま
まだ正式発表じゃないけど、近々お知らせがありそうだ。おお、強いチームの方がいいかもね。ワールドカップの得点王の宮澤ひなた選手を応援してますよ。宮澤選手はユナイテッドを選んだか、マンチェスターダービーでの長谷川唯とのマッチアップにも期待がかかる。女子サッカーも夢がある感じになってきた。女子選手に憧れてサッカーを始めるのはもちろん、中学や高校になっても続ける選手も増えていくだろうな。なでしこの宮澤ひなた選手はマンユーに行くのか、男子代表よりプレミアリーガー増えるね。リバプールじゃないんかい？より知名度と強いチームを選んだか、それだけ海外で挑戦したいのだろう。いきなりビッグ4移籍は素晴らしい。とにかく頑張ってスタメンを奪取し、活躍し続けてほしい。強いチームだけにメンバー争いは激しいぞ。いきなりマンユーだけど信頼を勝ち取ってレギュラーとして頑張ってほしい。長谷川と並ぶエースの誕生だ。得点力もすごかったけど、判断とか展開もうまいから期待大だ。宮澤をマンチェスターがリバプールから横取りした形になるのかな。女子の世界ではユナイテッドは CL に出る強豪だが、確実に出場機会が得られるかどうかだ。仙台からマンユーへの移籍は大したもんだ。しかしワールドカップのあの活躍を見ればうなずける。各国代表選手だらけで試合に出ること自体が大変なクラブだけど、それだけの気持ちの強さがあるならきっと大丈夫。多少強引でも高いレベルに挑戦する方が成長できるのだろう。せっかく掴んだチャンスを生かして頑張ってほしい。